と、あ、ここかな、あ、これだ、あ、こんにちは、いらっしゃいませ。当美容室は日本一接客態度の悪い美容室になっております。こちらの扉をまたいだ瞬間からその接客始まるんですけど、え、ご了承いただけますか。あ、そうなんですか。はい、あ、まあ、わかりました。大丈夫ですか。はい、はい、じゃあこちらに、はい、どうぞ。はい、はい、はい、どうぞ。クソ陰キャ入りました。クソ陰キャ、いや、陰キャじゃん、お前、だって。え、てか、お前、何しに来たの。いや、髪の毛綺麗に来た。え、切るとこなくない。いや、あの、横とか伸びてる。いや、なんか、まあ、それにしてもお前、なんか服もダセーし、なんか髪型もダセーし、お前、え、何しに来たんすか。うん、ね、見て、これうちの店見て、おしゃれだよね。はい、ね、おしゃれだよね。はい、お前みたいなダサいやつは、それに見合った美容室ちゃんと行かないと。1000円カットとかね。え、じゃねえよ、てめえ。な、え、じゃねえよな、謝れます、謝れ。はい、すいませんでした。そうだよな。まあ、お前、倍の値段払うんだったら、まあ、案内してやってもいいけど。あ、どうする、どうすんだって。なんで納得してんだ、お前。じゃ帰るか、帰るか。じゃあ、払います。引き落としか、お前。いや、違います。払うか。はい、払います。じゃあ、まずさすけ、お前、荷物預ける。あ、ありがとうございます。当たり前だ。はい、お前みたいな陰キャが。はい、どうせパチモンだろ、お前。どんなの。いや、本物です。なげえ、さあ、パチモンだ。えい、じゃあ縛っといて。投げないでください。うるせえんだよ。おい、ボート突っ立ってんだよ。いや、どうすればいい。どうすればいいって、お前座るに決まってんだろうが。立ったまま俺に髪切れってか。どこ座ればいい。わかるか、お前、来たことないの、こういうとこ。ねえ、そこ座れよ。わかるんだろ。ここです。その他どうかあんねん、そこだっつってんだろ。ちょお前、何がツイズなってんの。お前、床だ、床正座だ。おい、痛い、おい、ねじって、なんだこの髪の毛、おい、なんだこの髪の毛。なあ、何やってんの。ねえ、床に座る。床だろ、普通に考えて。じゃあ、この椅子は何の椅子。お前、この椅子俺が座るんだよ、お前。こうだよ。こうやってこうで、普通に考えて。僕、お客さんですよ。だから何よ。ん、すいません。客が椅子座るっていうルールがこの上にあんのか。法律決まっとるっけ。決まってない。決まってねえよな。なあ、この店のルールは分かんねえから。あ、今日こういう感じにしてほしいんですけど。今日画面真っ暗や。こういう感じって、いや、あの、な、お前、無理やろ。お前のその短さで、こういう感じとかねえから、普通に。はい、俺の気分だから、はい、髪型とか普通に考えて。まあ、じゃあ、おしゃれにお願いします。おしゃれ無縁でしょ、おしゃれって。まあ、お前に似合うような、こっちでやるから。はい、お願いします。はい。あの、ちょっと早く切ってもらっていいですか。早く予定入ってるんです。いや、お前の予定とか知らねえよ、お前。こっちが切りたくなったら切るんだよ。のお前、自分が中心でこの世が回ってると思ってるのか。お前の予定やらせて俺が動かなきゃいけないのか。俺の店なのに。おかしいだろ。俺が切りたくなったら切るんだよ。はい、じゃあ予定キャンセルしとけよ。はい、じゃあ切りたくなったら。うん、まあ、でもな、お前みたいな陰キャラみたいなやつずっといられてもな、なんかこの店の格下がりそうだからな。ちょ、反面切って反面返すか。あ、そうっすか。まくっす、あ、マジでくっす。え、風呂入ってる。入ってます。は、入ってるって。それか、まあまあ、頭皮臭いやつって結構いるからな。その類の人間か、お前も。まあいいや、じゃあとりあえずシャンプーするか。あ、はい、はい、じゃあお前、シャンプー台。あ、いけ、シャンプー台いけ。シャンプーどこ。分かるだろ。お願いします。ここ。はい、それタオルだけちょっと待って、タオルだけ巻いていくから。
何のタオル？なんか向かんの？いや、ないです。いや、早くお前、まっすぐなって。ただ、首絞めるだけのタオル。はい、シャンプーしてくよ。はい、お願い。さあ、顔汚いからいっぱい洗ってやるわ。それシャンプーですよね。オッケー。よし、ちょっと、ちょっと何だよお前。服べちゃべちゃですから。知らねえよそんなの。顔洗う必要あります？これ、なんか文句あんの？お前の顔が汚いから洗ってやったんだけど、こっちはなあ、文句言われる前筋合いな、なんでもねえわ。あ、めちゃめちゃですよ。知らねえよお前。いや、僕も知らないですけど。うん、お前掃除しろよ。お前が汚したんだろ。なあ、お前のためにやってんだこっち。お前がお前掃除するの、お前筋だろ。はい、行けはい、最悪。すいません、シャンプーしてきました。ピタラ！なんでそんな前ビチャビチャなの？あの、お兄さんにすっごい濡らされたんで。お前がちゃんとお前しなかったんだろ、前掛けとかよ。はい、まあ、そのビチャビチャのまま歩くなよ。はい、すいません。え、髪きれいのか。はい、じゃあ座れ。はい、お願いします。やるからよ。はい、よし、はい、終わり。よし、終わり。え、いや、終わりじゃなくて、いやいやいやね、これしか切ってないじゃないですか。うん、切ったよ。切ったっていう事実はありますから、ちゃんとお金払ってもらいますよ。これ何も変わってないですね、多分これだけじゃ。変わってない、全然変わってないよ、はい、うん、切ったから。え、証拠あるよね。切った証拠あるよね。だからカット代はもらうからね、ちゃんと。分かった、これだけで。これ見えたのか、切ったんだからよ。お任せってそういうことだから、もうそういう世界なんだわ。ああ、なあ、じゃあ他に何かお前何あんの、やりたい髪型とか言え。追加で金かかるけど。もうちょっと横とかも切ってほしい。横？はい。ああ、はい。横切りゃいいんだな。はい。はい、わかりましたよ。ちょっと。なんでこれ服切ってって言ってないじゃないですか。いい。いい出来。髪を切ってほしいですよ。グッドじゃないですから。髪を切って、なんか横って、あ、なんか、わかんないわ。後ろ具体的に言われないと。横って言ったじゃん。横っす。うん。これ後ろだ。後ろじゃん。しかも服切ってどうするんですか。どうするんですかじゃねえよ、お前。これ絶対髪の毛切るハサミじゃないですよね。お前、この業界のこと知らねえくせに、お前。ガタガタ抜かすな！ほら、俺用のハサミなんだよ。ちゃんと切ってください。おしゃれになりたいんで。ちゃんとってもう人それぞれじゃん。それはこれが俺のちゃんとなんだ。うん、これがですか。それが俺のちゃんとなんだよ。切った事実は変わんねえだろ。俺はもうそういう世界で生きてんだよ。お前たち死んだよ。もうちょっとあの短くして。あ、もうちょっと短くね。はい、髪の毛を。髪の毛をね。はい、分かった。そんな心配するにすんなって。やるから。うん、切ってほしい。今リズム刻んでんだろ、足で。俺の時間を邪魔すんな。何のリズム？お前ガタガタ抜かすの分かった。じゃあもう切れ、いいだろ。はいはい、切ります切ります。はいはい、ちょっと待っとけじゃん。はい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 、よし、バリカン使うか。あ、やべ、やべ失敗ですか。え、失敗ですか。いや、失敗してないよ。え、大丈夫ですか。全然大丈夫。結構いい感じ今。はい、うん。あ、じゃあお願いします。心配すんなって、プロだからこっち。はい、うん。
前向いとけ。はい。危ねえぞ。はい。ああ、やっべえ、なんか変な風に失敗しちゃったな、これ。ちょっともうちょい修正して、ワックスとかジェルでごまかすか。よし、じゃあカット終わったから、あとはちょっとこのワックスをつけて、まあ、かっこよくしてやるわ、はい、あ、ありがとうございます。もうありがたいと思うよ、はい、お前ごときに使うワックスがかわいそうだわ。あ、ワックスが僕初めて使います。だろうな、おめえみたいな演技は使ったことねえだろうな。違うか、どうだこっちに分けた方がいいのか、これどうだ、ん、どうなんだこれ、こうか、もう分かんない、もう今、いやでも、いやいいと思うよ、この回転部屋、うん、飽きた、お前もう飽きたって何ですか。飽きたわ。いや、いいと思うよ、はい、うん、オッケー、はい、かっこいいかっこいい、はい、完成。あの、鏡で見たいんですけど。そこにあるから勝手に見ろよ、お前。あ、ほんと、いいんだな、見て。え、いいんだな。はい、うん、じゃあ見ろよ、うん、え、ちょっと何？僕の前髪なくなってるじゃないですか。いや、なくなってるとかじゃなくて。何ですかこれ。よし、切ったんだよ。今日僕この後女の子とデート行くんですよ。めっちゃいいやん。じゃあこんな髪型でいたら振られますよ。いや、その髪型じゃなくて振られるんで。最悪。何よお前、さっきからごちゃごちゃうるせえな、お前。俺がカットしちゃったのも文句あるってのかよ。ありますよ、これなら1000円カットいった方がマシですわ。お前、俺のカット、お前、何で撃たれお前。あれ、つかめない、髪が。つかめない、いや、かましいわ。全然つかめない、これ髪。触るな、僕の髪に。ないだろ、髪にとか言って。最悪。最悪もないもん、お前。伸ばしてたぞ。かっこいいから、あ、かっこいい、かっこいい。お前、来た時より全然いい男になってるよ。マジで、はい。後ろも結構かっこいい感じしていたからさ。うん。後ろ。え？ここだけないじゃないですか、これ。ここスマホぴったり入るから、ここ。だから女の子とか喜ぶんじゃない？あ、スマホぴったりみたいな。バカにされてるだけですよ、それ。なんすか、それ。最悪。最悪とかいいから、お前。もう早く帰れや。もう、お前飽きた。最初だけ面白いの、その髪型。5分ぐらい経っても飽きる。服も破かれたし。お前が切ってくださいって言ったんだろ、文句言うね。お前みたいなやつがな、店にいるとな、客来ねえんだわ。早く帰れ。いいじゃん、かっこいいじゃん、カーディガン見ていて。あ、誰よ、お前。わ。早く行けよ、お前。ちょっと荷物床に落ちてる。何だろうね。どうこれ、行かすでしょ。めっちゃお前かっけえじゃん。よかったじゃん。ええー。バカにして、バカにしてるじゃん。かっこいい。モテるわ。完璧。モテませんよ、こんなに。いいからいいから。鍵払って。はい。いくらですか。7万。高っ。当たり前だろ。7万、うん。どんだけお前に時間割いてやと思ってんだよ、お前こっちは。払え、早く。すいません。え、待って、え、ちょっと待って、これさ。後ろ向いてこれ、これ。え？ぴったりやんけ、お前が。マネークリップか。いいの、マネークリップエアか。めっちゃいいじゃん、お前。感謝しろよ。かっこいい。ヒューヒュー。あ、早く帰る、いいから。お手元かっけー。早く帰るのやろ。はい。ありがとうございましたー。またちょっと髪伸びたなーとか思ったら、ぜひ、うちに来てください。よろしくお願いします。また来ます。はい。はい。気に入ったの、あれ。楽しい悲しい歌、いろいろあるけど、緊張するな。こうだよね、うん、こうだよね、一応あの丸丸オッケー。まあ失敗してもまあどうせかんから、行きます。あ、もったいね。カレーあげていくわ。はい。あ、あ、痛そう今の。動いてないから。痛そう今の。練習。で、後ろはちょっとこういう風に
なってるんだけど、わかるかな。これちょうどなんかスマホが入りそうですそうそうそう、いやスマホ置きにいいかなと思ってねえ、なるほど。そう、なんかうつ伏せに寝たらさ、ちょうどスマホ置けるじゃん。はい、そう、なんかいいかなと思って。あ、ありがとうございます。そうそう、これ今流行ってるからさ。ありがとうございます。うん、じゃあこのまま帰っていただいて。はい、ありがとうございました。こんなところにマグネットかけてたんじゃねえかよ。缶バッジ、ステッカー、マグネット、タオル全10種類。しかも当たりのタオルはサイン付きだぞ。よっしゃ、早速回してやるぜ。はぁ、すいません。はい。